おはようございます。釣り子 TV です。新しいリールを一つ買ってきてみましたよ。じゃじゃーん。ねえ、あー、手はビニールに入ってる。はい、こんな感じで、アブガルシア、ねえ、このリール欲しい欲しいと思っていて、いよいよ発売っていうことでね、早速注文して買ってきていました。その名もレボビーストロケットっていう感じで、ケースかっこいいですね。こう、まあ、必要な情報がいろいろ記載されていたりするんですけども、まずはちょっとこのね、キラリーンとするね、この感じの、こんなケースに入ってます。いやー、なんか嬉しいな。で、早速ね、開けていきたいと思いますが、どんな感じでしょうか。はい、いやー、来たー、これ。わー、綺麗ね。久しぶりにね、ベイトのピンシャンのリールね、買ってみました。っていうことで、価格がですね、今回はですね、キャスティングの北葛西店で買ってきたんですけども、本体価格が 22,400円っていうことで、消費税入れると 24,640円で、今回はですね、キャスティングとかでよくあるポイント10倍キャンペーン、これでね、お得に買えたので、ポイントが、2240ポイントついてきましたっていうことで、まあ、キャスティングはよく使うんでね、ポイントも使うっていうことで、およそ、22,000 円前後でね、買うことができたのかななんて思うんですけども、はい、待ちに待った、レボのビーストのロケットっていうことで、早速見ていきたいと思いますが、本体ね、こんな感じの、まあ赤色っていうことで、結構ね、いろんな人をね、これね、先行で使ってる人の動画とか見て、赤い彗星だなんていう感じでね、何よりもこうロケットってついてるから、巻き取りが非常に早いっていうことで、ギア比がですね 9.2:1 で、こう1回転巻くとですね、およそこれパンパンに巻いていたら、こう1メーター3センチぐらい巻き取れちゃうよっていうね、スーパーハイギアなリール。それでもって、この見ての通りのね、非常に深溝スプールね、これによって太い糸ががっつりと入れることができるね、ここがね、非常に今回ちょっとこのリールを選んだ重要なところで、まあ太い P ラインとかを多めに巻いて使いたいな、ね、そんな使い方の釣りで使いたいなっていうことで、買ってきてみました。フロロカーボンだと、なんと、30ポンドのね、フロロがね、およそ100メートル入っちゃうっていうことで、まあ、ビッグベイトとかね、最近のジャイアントベイトとかね、そういったのを使うのにまずバッチリなんじゃないかなっていうことで、あ、で、久しぶりにね、アブのリール買ったけど、まあ2万円でこういうリールが買えちゃうんだなっていうね。で、自分ね、こう手が小さいので、これね、そんだけ深溝スプールで糸もいっぱい入るんですけど、これ非常にね、実際に青木大輔カップとかね、亀山の大会とかでこうアブのブースが並んでいて、あとは品川のシーバスフェスタの時のブースでも触ったかな、まあ、何回触ってもね、こうね、その糸巻き量を感じさせないぐらい、非常にこうロープロね、ガシッとね、握り込めそうな、こういった感じなんですよね。ここがまずね、持ってみて、おいいねっていうね、ところで、それでもって、太い糸が入れられる。まあ、ここら辺のポイントで買ってみたんですけども、このシリーズね、結構ね、シリーズではないかもしれないですけど、アブの太い糸が入れて、で、ギア比が早いっていうリールね、昔から大好きでよく使ってるんですけど、まずはね、これね、今もね、ずっとまあ、全然現役で使ってるんですけども、レボのビッグシューターね、ギア比が7のモデルで、まあ、結構ボディもね、でんごついボディで、非常に丈夫で、ハンドルもガチッと握りやすくて、
主に海で使うことが多いんですけども、それこそなんだろうな、赤い絵釣ったりサメ釣ったり、メーターぐらいのシイラ釣ったり、まあそれとか最近だと、あ、そうあのブラックバスでもね、デプスのコードネームバス、あれでね、去年釣った時なんかもこのね太いピーラインがねがっつり入るっていうことで、このリールをスタンバイしていって、釣っていたんですけども、まあ未だにね、非常に丈夫で、各種巨大なルアーを投げる釣りとかね、重い重りを投げるね餌釣りなんかで使っております。ここら辺はね、こういうドラッグクリッカーがついていてね、こう投げた後にこう餌がジーって持っていかれるね、この機能がついているんで、今でもねもうね手放せなくてね、ここのスイッチ一つでね、いろいろな使い方ができるよっていうことで使っております。まあそれと比べてもね、こうだいぶコンパクトボディね、こんな感じで全然小型なんだけども、非常に糸が入っちゃう。でハイギアね、ここね、まあ、これとか、あとはこれ、これもね未だにね現役で使ってるんですけども、レボのビッグシューターのコンパクトギア比8のモデルね、これはねこのリールが非常にコンパクトになって、でまあそれなりに糸も入って、でまあ丈夫だよってね、こういったリールなんですけども、これなんかもねずっと使っていて、まあ主にね海の、まあ、シーバス釣りなんかでもね今現役で使ってるんですけども、もちろんブラックバスでもね、使いますっていうことで、これにもね太い P ラインががっつり入っていて、でまあねこれね本当だいぶ潮吹いたりしてね、ここに青サビが出たりしてるんですけども、まだまだね中のねギアとかはねへたらずにね、すごい使えていて、でまあこれぐらい投げたいなっていう飛距離も出て、それでもって何よりも丈夫っていうことで使っていて、何が丈夫かっていうと、例えばここね見てくださいよ、ここね塗装がねちょっとね剥がれちゃって、これはね、なんかどっかにぶっけたのかな、なんか忘れたけども、気がついたらね、裏側の塗装がね、剥がれ出しているんですが、そんで、すげえサビも浮いてきてるんですが、こんな状態でも、だいたいね、使い始めた頃とね、違いないぐらいね、快適に使えてるんですよね。で、まあ、いろいろ海でね、シーバスとかも含めて、あとは、淡水だとね、ブラックバスのちょっと大きめのルアー投げたりで使ってるんですけども、とにかくね、へたらない。ね。で、なんだろう。他の、まあ、何っていうわけじゃないけども、まあ、例えば、日本製のね、ハイエンド機種とかだと、やっぱりね、定期的に結構細かくオーバーホールに出さないと、ちょっと、巻きが重くなったり、足をがみしてんのかなってコロ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 って音がね始まったりとかね、ちょっとね不具合が出たりするんですけども、だいたいブラックバスで一通り使って新しい、淡水用のベイトリールを使うと、まあ今まで使っていた淡水でしか使わなかったリールをちょっと海に下ろしたりして、それでまあ海ってねやっぱ海水がきついから、こう塩害とかがあるからね、まあこういう感じで、そんでまあ一通り淡水で使って海で使ってとかねやってるんですけども、こいつはねこんな状態になってもまだまだいける、まだまだいけるっていう感じでね、これも去年のそうですね、ビッグベイトのこの白パターンとか、あとは、ビッグペンシルで、狙うね釣りとか、そういったのではずっと使っていて、まあ今年もね、まあこれ手に入れたりしてもねまだ使うんじゃないかななんていうところで、現役バリバリなんですが、さすがにねちょっとくたびれてきたなっていうところがあって、まあボディの見た目的にね、中身はまだ全然使えるんですけども、そこでこれね、待ちに待ったんですよね。ボディの感じとしては、握り込みの感じとしても、まあ、だいたいねこのハンドルの感じとかもね一緒なのかなって思うんですけども、まあ最新の、ブレーキユニットが入っていて、
で糸巻き量が、あ、こういうの欲しかったなっていう糸巻き量で、で何よりもハイギアね、ロケットってついているぐらいで、これが1回転で結構巻き取れちゃうっていうね、ここに注目して、買ってみました。っていうのも、これの前にですね、これのギア比の低いモデルがですね、レボビーストとしてね、出ていたんですけども、それ買うのは見送ったんですよね。ギア比がなぁ、もうちょっと早ければなぁなんて思ってね、ちょっと買うのをためらっていて、それであの展示会とかでアブのブースでこのビーストで速いスピードのね、こう巻き取りが出ないんですかなんて聞いたら、いや実はスタンバイしてますよね、レボのビーストのロケットっていう機種になります。ボディは確か赤になるかななんていうね、ことを教えてもらって、でまだかまだかななんていう風に待っていたんですけども、いよいよ出たっていうことで、まあ、この手の形の状態になってからアブのリール買っていなかったから、まあ、これとかちょっと前の世代のね、フロントの感じですけどもね、こっちはもうね最新の感じっていうことで、でスペックがね、これ探し求めていたスペックっていうことで、買ってみました。まあどんなところで使うのかっていうと、もちろんねブラックバスで超ね早く巻き取りたい時とか、あとはフロッグゲームの時なんかも、こうフロッグってこうシュパパパーンって、太いピーラインとか入れてね、奥の奥に入れ込んで、で誘ってある程度こうオーバーハングの奥から引きずり出してくる時とか、あとはリリーパッドのこの穴からね、サササササって移動してこっちの穴狙う時とかね、結構もうそこは早くていいよっていうところとかを早く移動させたいなっていうのとか、あとはこれはね動画で見た受け売りなんですけども、まあこれで投げて糸吹けの回収が早いから、ちょっとこう糸をふわーっとね、なんだろう、ふかして、でその当たりが出たら糸吹きを早く巻き取ってガンって合わせる釣りとかにはまずもってベストマッチだろうなっていうところと、一番ねそうですね、こう使いそうだなって思ったのが海のそのビッグペンシルの釣りですね、マグナムザラ筆頭にですね、メガドックとか、あとラッキークラフトのサミーのあの巨大なやつとかね、まあ待てば待てばあのデプスもね、なんか巨大なペンシル出てくるようなんてアナウンスは出ていたので、そんな釣りをするときにロケットっていう感じのこのハイギアが必要になってくるなっていうね、そこでね、まあ例えばこうボートをね、こう風上からこう流していくじゃないですか、うーって流していって、で潮はこっちから当たっていて、風上に船を置いて、でこうなんていうのかな、投げていくね、ボートから投げていく、風に押される、潮はこっちに来てルアーを押してくる、そんな時にローギアのリールだとこうアクションが出せないんですよね。ペンシルベイトってこうなんだろう、スラックスラックね、作ってこうビョン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 って、まあドッグウォークとかスケーティングとかさせる釣りになるわけなんですけども、そこでここの巻き取りのスピードが遅いとルアーがツン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 とかなってね、あのドッグウォークしなかったりするんですよね。そこでこういうあの比較的ハイギアなリールでガーって巻いて、こうねチャッ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 ってやると、こう綺麗な感じでガッ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 ってね、ガッてこう横に水を押してくれるわけなんですが、そんな時にまあこれでもいいんですけど、これでもちょっと遅いなね。でそうですね、日本製のリールだと P ラインの仕様だとですね、もうちょっと浅溝スプールの搭載されているものが多くて、その自分の想定している P ラインとかだともうね、あの下のスプールまでビーンって出てきちゃうんですよね。全部糸を入れてる分だけ投げ切っちゃって、で最後ここの結んであるところでビーンってなっちゃって、あれ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 っていうやつが多くて、あとは一番ね、まあ例えば使いたいのはシマノのあの、モンスタードライブね、DCMD とかね、あれを使ってやりたいんですけども、日本のリールだとね結構標準装備でついているハンドルがちょっと短めなんですよね。
コンパクトな短めの、このハンドルが最初ついていて、それをまあ例えばリブレとかそういう、こう長いのにね付け替えたりすると、トータルでこう釣りを始めるまでに何だろうな8万円ぐらいかかっちゃうね。いろいろこれ買ってあれつけて、うわ8万か、海で使うしな、結構ダメージ入るのも早いしな、あー本体だけで6万ぐらいでリール、自分のね好きなハンドルつけて8万で P ラインも高いからってね、こう釣りを始めるのにね結構ね10万円近くまでね行っちゃいそうなね見積もり頭の中でしてね、あーうん、昔のリールで頑張るかなんてね諦めた経緯があって、そこでこれですよ、これでもう、2万ちょっと2万ちょっとでちょっとやりたい感じが全て揃っちゃってるなぁなんて思ってね、それでもって、買ってみましたということで、まあ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 、ちょっとね、ハイシーズンにね、各ね、釣りも突入してきたんで、まずはね、ブラックバスから使ってみて、で、秋口はね、シーバスにも導入して、まあなんかね、あとパワフルな釣りでね、いくつか試してみたい釣りがあって、まあそんなところで使っていこうかな、なんていうところで、で、これ中はどうやったっけな、このオープン、これかな。開けてみたらこんな感じ。まあ、インフィニットブレーキシステムっていうことで、このね、マグのブレーキと、あとは遠心ブレーキがダブルでスタンバイされているブレーキ機構だから、非常にね、トラブルしづらいっていうことで、ここに関してはね、買ってきたばかりなんですけども、亀山ダムの釣り大会の時に出ていたブースとかでね、試し投げなんかさせてもらって、ほんとね、なんていうのかな、ちょっと強めのブレーキっていうか、その、なんだろう、大きめのルアーって高いルアー多いですよね。1万円前後するやつとか。まあそういったのが、まあ、よりトラブルしないリールがいいなぁなんて思って、そう考えると、シマノの DC ブレーキなんかね、ベストなね、選択になってくると思うんですけども、ただ2万円でこの遠心と、マグと両方ついてるようなね、こういった、トラブらないぞっていうブレーキシステムが、標準装備されているっていうのは、まあ一つ、これを選んだ決め手の一つで、あとはね、ベアリングもね、非常に海水に強いベアリングね、海でも使ってもどうぞ、みたいな感じでね、入っているっていうことで、まあそこら辺もね、いいなって思ったポイントですね。そんで、まあこんな感じの深溝のスプールがあって、で、ああ、もうサビ寄せ付けないぞって感じで、こうグリスなんかもね、べったりついてますけどね。まあまあまあ、これはちょっと投げてみないとどういう感じかよくわかんないんですけども、そんな感じで、ここにね、後ろのところにオープンっていうところがあって、これをね、カチャコンってやると開くみたいですよ、最近のね、アブのリールは。はい。こんな感じで、開け閉めしてっていうことで、まあ、なんというか、まあ見た目から言うとね、この色が渋い感じの赤で、これカメラに映ってるかな、ちょっとねこう、マットではないんですけど、なんか独特なね赤なんですよね。昔の丸型のねアブのリールのレッドみたいな感じの、なんかね赤なんだけどちょっと気品あふれる赤みたいな感じでね、こんな感じの、見た目になっておりますっていうことで、まあ早速ね手に入れたんで、ちょっとね試してみたい釣りがあるんで、早速ね、釣り場に持っていきたいと思いますが、こんな感じでねどんどんねアブのね、ハイパワーリールも進化してきているっていうことで、まあここら辺に本当はねもう何種類かね、ここからこの世代に行くまでのこの間っこのやつがねいるはずなんですけど、まあそこら辺は買ってないので、まあよくわからないですっていうことで、何にしてもねこのハンドルが握りやすくて、最初からパワーな感じのハンドルがついているというところと、あとね結構こっちなんかで使っててもね、ほんとドラグなんかもね効きが良かったので、そこら辺はねしっかり継承してくれているんじゃないかな。で、ちょっとね懸念事項はね、スーパーハイギアになっているから、
その超巨大なね重いルアーを投げ続けた時の持ちはどうかなってね、ここら辺はあの実況動画の方でね、時間をかけて検証していきたいと思いますけども、まあそこら辺もここら辺のねビッグシューターコンパクトとかね本当に丈夫なんで、まあここら辺からさらにパワーアップしたような、機構なんであれば、まずねあんまり心配はしていないかな。買う時ねあの店員さんとお話ししていてね、俺もこれ気になってるんですよみたいな話をして、ただやっぱりハイギアのリールなんで、そのね、ギアね持ちはどうなのかな、最近のハイギアリールはちょっとねそこら辺も含めて気になってるんですよなんて話をして、わかりました、俺がこれ使い込んでどんな感じかね、お伝えしますっていうことでね、キャスティング北葛西店で買ってきてみましたっていうことで、早速ね手に入れたんで、いろいろな、釣りにね、ブラックバス海水問わずね使ってみて、こんな感じですよね。でそのパワー面で言ったらね、まあサメとかね、赤ヘイとか狙えば結構ねでんごつい魚で試すこともできるななんて目論んではいるんで、まあそこら辺の釣りも久しぶりにやってみようかなって、でもまあここら辺のリールも好きなんで引き続きね、使いつつ、最新のねこれもね出たばかりで買うことができたんで、試していこうかななんていうふうに思います。で続々とねアブのね新しい、ベイトリール、出てきておりますが、まあ作ってるのはそうですね海外だと思うので、まあ最近懸念されるのはですね、あのね新型ウイルスの影響で、まあ輸入とかもね、大変だなぁなんて噂も、聞きますので、そういった意味ではこれ店頭で見かけたらねとりあえず手にしてみて、あこれいいなと思ったらね買ってみちゃうのが手じゃないかなね。これなんとかね変えたんですけどね、その次の分その次の分とかね、ほんとねいろいろなルアーメーカーのいろいろなやつのお話聞きますけどね、いつ入ってくるかちょっとまだ目処が立たない、見通しが立たないなんていうね話も聞きますのでね、フィッシングショーとかで見てちょっとあれ気になっていたんで、釣り雑誌で見て気になっていたんだよなんていうモデルがあったらね、なんかチャンスがあったらねダッとね買っちゃうってのがね、まあ一つこの2020の前半戦のまあポイントになってくるんじゃないかななんて思います。これはねちょっとね早めにツバつけといた、予約しといたんで、なんとかね初回の分で買うことができたんで、なんとかねこんな感じですよってねどんどん実況のレビューの方も上げていければななんていうふうに思いますので、チャンネル登録まだの方はねぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。またこんな釣りで使ったらどうなのとかねありましたらコメント欄の方にね、いろいろ、お話とか書いていただければなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、レボビーストでロケット、これを買ってみて、開封してみて、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。